皆さんこんにちは、はるか村の村長の小越はるかです。今日は私リベンジしたいことがあるんですよ。前の動画で、NGT のまあまあ偉い方に電話をしてみて、このグッズ、はるか村のグッズを作れるかっていう交渉をしていただいたんですけど、その時突然ってやってたはずなんですけど、ちょっと YouTube の撮影してるんでしょって感づかれてしまって、本当に悔しかったので、今日はまあまあ偉い人よりももっと偉い人社長に電話をかけてみたいと思います。絶対にこの撮影をしてるっていうことはバレないように、ガチな感じ、私の本当にオフ感があるような感じで喋っていきたいと思います。頑張ります。はるはなはなはな、はい、ということで、これから私の所属している NGT48 の一番偉い方だけど村の中だったら私の下の存在の方に電話をかけてみたいと思います。NGT48 のこうセンターに期待してることとか、3期生とか入ってくるので、こういう子が入ってきてほしいなとか、こう NGT の未来をどう考えていらっしゃるのかとか、答えてくれるかわかんないけど聞いてみたいと思います。突撃です。撮影してない方が多分ちょっとリアルな話聞きたいので、撮影終わりましたっていうちょっと嘘をつきますね。いきます。お疲れ様です。お疲れ様、どうしたの？私公演じゃないや、撮影終わったんですけど今。あ、そうなの？はい。そう、撮影中じゃないよねこれ。いや、終わったんです。で、終わって今帰りの新幹線、帰ってる途中なんですけど。今？はい。新幹線から電話してきてるのおかしい人ですかねそれ。いや、ちゃんとデッキで話しなよ。あ、はい、デッキで話してます。うん、初めてデッキを使いましたそんなわけないだろ、早くデッキ使ってんだから。初めてデッキ使ったんです。あ、そうですか。結構真面目な話なんですけど、撮影とは全然違くって、本当に急で申し訳ないんですけど、6枚目と7枚目とセンターをやらせていただいたじゃないですか。今まで NGT はこう、固定ってか、なんか2作連続とかはなかったじゃないですか。でもそれが NGT のその良さというか魅力でもの一つでもあったと。すいません、重い話を急にしてしまった。センターが今までは変わってたけど、はい、2作連続5作になったっていうことだよね。はい。こうなんて言うんですかね、他のアイドルさんとかでもこうなんかそれぞれ色があったりとかするじゃないですか。センターによって結構イメージがあったりとかってあるじゃないですか。 NGT ってどういう色のグループになったらいいのかなって。ああ、それ難しい質問ですね。色付けが必要かってもんでもあるよね。ああ、確かに。はい。濃い絵の具を点で打っていくとなんか いろんな柄になるじゃないですか。おー、はい、わかります？言ってること。なんか前世アーティストさんとかなんですいや、そういうことじゃないんですよ、はい、すごいわかりやすい例えです。わかりやすかったですか。なんかそういうグループなんじゃないかなとはちょっと思ってますよ。え、めちゃめちゃわかりやすい例えですね。分かりやすかったですか？はい。ただそのセンター、その大きさはあると思いますよ、色の、うんうん、みんな同じ大きさの色じゃないと思うんですけど、いろんな大きさでいろんな色があって、なんかそれが初めてこう一つの柄になってるっていう感じかな、はい、っていうのが NGT のなんかちょっと特徴な気がしてます。なるほど、っていうのが他に実はないグループなのかな。すごく分かりやすいかったです。本当ですか？ありがとうございます。もう一つ聞いてもいいですか？あれ、これ結構デッキで話す、もう
いや、まだ、何でしたっけ、麦というか、地名がちょっと出てこないんですけど、ね、なに近い名前の話です。3期生募集するじゃないですか、してるじゃないですか。3期生、はい、結構メンバーもファンの方も3期生すごくどんな子が来るんだろうとか気になると思うんですよ。私も気になってるし、なんか NGT にこんな子が入ってくれたらすごくこうもっと盛り上がりそうだなみたいな、こういう子みたいなのってどうなんだろう。それで言うと、はい、あれですかね、はるか村じゃない村に住んでる子かな。私さっきまで泣いてたんですよ。なんで私さっきまでボロボロと涙を流しながらいたんですけど、ちょっとふざけないでもらってもいいですか。いやいや、つまり村長のライバルになる村長、はい、みたいな人が欲しいですね。え、なんとか村を作るってことですか。いや、全然、僕は村にはあんまり興味はないんですけど。え、衝撃の事実です。え、そうなんですか。いや、本当のような、やっぱりその村を大きくしたいって気持ちを持って、はい、活動してくれるような人が欲しいので、大きな、つまり、はい、他の村を作りたいっていう子みたいな子がいいなって。わかりにくいですね。あ、最後にもう一個だけ質問いいですか。はいはい。今していただいた話って、はいはい、 YouTube 使えますか。結果 YouTube だ。そう思ったんだよ。え、どこで思いましたか。どこで思い、はい、いやいや、もうそもそも雑音がしないし、電波の乱れじゃないの。わー、悔しい。すごいクリアですから。バレました。実は春香村公式チャンネルの撮影を今していまして。あ、そうなんですか。あ、今日でしたっけ。忘れてたんですか。そうか。そうですよね。岡田さんだって2回連続欠席されてるから。いや、毎回立ち会うってお約束してないので。いや、でもなんかもういらっしゃらない人みたいになっちゃってるから。無理やり引っ張り出すのやめてもらっていいですか。いや、ぜひ来てください。はい、近々じゃまたお邪魔させていただきますよ。はい、よろしくお願いいたします。カメラ、はい、ありがとうございます。頑張ります。はいはい、失礼します。ありがとうございました。はい、失礼します。はるはなはなはな、はい、失敗しました。甘かったなと、甘い自分が許せない気持ちです。ちゃんと場の状況、デッキは物音がするんだな、せめてその物音を立てるとかっていう努力をした方が良かったかなっていう反省点がたくさん見えました。でも絶対私リベンジしたいと思います。なんて言うんですか、演技だと思って次こそもっと頑張ります。それでは今日の動画も見てくださってありがとうございました。次の動画までまたね。最後まで見てくださってありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録、 Twitter と Instagram もぜひチェックしてね。それではまた次の動画まで。おやすみるかー。